まあ、それにしても、あの昨日のね、あの、時事通信でのですね、安倍内閣支持率が、まあ40点、40.6%っていうね、えー、まあ、この下落率も7.9ポイント前回からですね、一気に下がったということで、まあ、これが、まあ、衝撃を呼んでいるということでね、まあ、やっぱこれはその、 ま、誰が考えても桜を見る会がですね、まあ、影響したとしか考えられないよなっていうことなんですけども、まあ、これがね、その時事通信が、まあ、その、まあ、続報じゃないですけども、まあ、このえ、え40.6%っていう安倍内閣支持率についてですね、まあ、これ自民党が危機感を持っていると。 いう記事を書いててですね。まあ、そゃそうだと思うんですけども、まあ、やっぱその、ただ内閣支持率が落ちただけじゃなくて、自民党の支持もですね、一気に7ポイント下がってるんですよね。えー、前回は30%の自民党の支持率があったのに、政党支持率がね、それが12月になると一気に7ポイント下がって23%になっていると。 えー、いうことでね。まあ、これは本当にもう、安倍さんのね、この桜を見る会問題で、やっぱり自民党までイメージが、えー、悪くなっているということが、まあ、どう考えても言えるんじゃないのかなっていうね。いや、それは当たり前やろっていうね。あの、自、自民党はなんかしそうのかいうね。いや、そう思うんですけども、それはもう、 さそうなるわと。もう他のマスコミの世論調査だってね、安倍内閣支持率がどんどん、えー、下がってるわけですから、まあ、まあ、この自民党支持も下がったことについて、やっぱり自民党関係者、えー、自民党内にはですね、えー、かなり、えー、危ないと。やはり桜が大きかったと。 えー、いうことでね。うん。だからお、ほんで、こう、自民党関係者のコメントっていうのが載ってるんですけども、えー、解散は当分できないと。これで解散をしたら自爆だというふうにも言っているということで、まあだからね、これ、あの、 昨日とついにね、安倍さんがですね、解散に躊躇しないとかね、あえて解散とか、えー、そういうことは持ち出してきたのはですね、やはり、やっぱりね、まあ、ブラフっていうかね、はったりっていうかですね、まあ、かなり、あのー、焦りがあると。なんとかこの桜を見る会の問題をですね、えー、他の話題に逸らしたいから、まあ、野党もですね、解散って言われたら、選挙準備急ぐんちゃうかと。 えー、桜を見る会どころじゃないだろうみたいなね。そういうのを、まあ、思って言った可能性というのがすごく高いなと思うんですけども、まあ自民党ですらですね、こういうふうに解散はできないだろうと。うん、まあ、その安倍さんがね、解散躊躇,躇しないといったところで、えー、解散、 の準備に急いでですね、例えばどっか事務所借りるとかね、えー、選挙のためにですね、そういうとか出てきたらね、また別でしょうけども、まあそういうのも報道されてないわけですから、まあそういうことから言ってもですね、まあ安倍さんのね、桜を見る会の、えー、話題逸らしっていうかね、スピン戦略っていうのは、えー、失敗してるんじゃないのかなと。外してるんちゃうかなと。 えー、だからこういう時にね、桜を見るから話題を逸らすために、やっぱ解散躊躇しないとか言ったりするっていうことから見てもですね、やっぱり芸能人が逮捕されたりとかね、えー、っていうのもですね、やっぱそれ狙ってやったんちゃうかと。 いやそう思われても仕方ないよなって僕は改めてね、いや思うんですけども。まあ、これについて、あの、鳩山元首相もね、えー、また、つい最近、えー、やっぱ話題をそ,ろそ,そらすために、えー、芸能人の逮捕はあったっていうね、またツイッターで書いてて、えー、大反響というかね、大炎上かどっちかわかりませんけども、えー、そういうのがなんか、えー、スポーツ新聞になんか報じられてたっていうのもありましたけども、まあでも

難しいだろうなと。まあ、g 通信っていうのはね、ある意味こう自民党にとっての、えー、最後の取り出的なね、存在で、えー、先月は桜を見る会が報道されても下がらなかったわけですからね、事通信の世論調査ではですね。まあ、ここに来て、一気に8ポイント、7.9ポイント下がってですね。で、自民党も、えー、7ポイントの政党支持が下がってるっていうことですから、まあ、これは、えー、当分、 あの、何もできないんちゃうかなと。で、まあ、一方で公明党なんかはですね、まあ、楽観論として、えぇ、ー、支持率急落は桜を見る会のことが響いてるけど、またすぐ上がるだろうと。野党も全然伸びてないからと。いうふうに公明党の幹部は言っているっていうことなんですけども、まあ、この辺がね、やっぱ公明党っていうのは、えー、有権者を舐めてんのかなっていうね、この間もあの、逃げ切ったってね、えー、公明党の幹部が言ったっていう報道がありますよ。 ありましたけども、安倍首相が、えー、桜を見る会でですね、まあもう、全然、えー、納得できない説明ばっかりしててね、説明とも言え言えないような説明してて、まあ、それが国会がね、閉会になったっていうことで、えー、それで公明党幹部がですね、逃げ切ったと。逃げ勝ったって言ったんじゃないですかね、公明党の幹部はね。うん、めてんのかっていうことを、やっぱりそのね、 有権者、ね、公明党支持層だったらね、特に総科学会の、えー、方、総科学会婦人部の方とかですね、だもうダメですよっていうことをやっぱり、もっと言ってあげるべきなんちゃうかなと僕思いますけどね。こんな風になんかね、あの、安倍さん側と一緒になってですね、逃げ切ったとか逃げ勝ったとかね。そんなこと言ってたらね、それ。 選挙はやばいです、と、徐々に票が減ってきてるわけでね、公明党もね。で、まあ、衆院選なんかでもですね、何人か落ちたと思うんですよね、前回の。うん。危ないとかって言われてたも何人かいてたわけでね。だからやっぱりね、まあ、長期政権で自民党も緩んでるけども、公明党も、えー、緩んでるのかなっていうね。うん。っていうのは僕は思うんですけどね。 まあでもね、まあ実際にその野党がその支持率、野党の政党支持率はね、やっぱ上がってないっていうのもまあ一方ではあってですね、まあこれだけ桜を見る会で追求しても、やっぱり野党がもう一つ支持を上げてないっていうのもやっぱ僕は問題にせなあかんと思うんですよね。うん、やっぱり何やかに打ってもね、やっぱりそのもっと あの、いや頑張り方っていうかね、その、頑張りどころがちょっと違うんちゃうかなっていう、も、気もすると。まあ、やっぱり従来でのその、国会だったり、街頭演説とかね、そういうことも大切なんですけども、やっぱもっとネット活動とかね、えー、ネットでもっと、 えー、頑張るっていうことがね、僕はその辺がね、必要なんちゃうかなと。うん、だそうじゃない限りね、やっぱその、どうしてもね、あの、安倍さん応援団みたいな人が、えー、の発言っていうのがですね、桜を見るからどうでもいいとかね、えー、そういうのがネットではなんかね、なんか大きく、あのー、 取り上げられてるというか、えー、取り上げさせてるというかね、そういう風に感じるんでね、やっぱもっとその辺が野党がもっと弱いなと。えー、やっぱツイッターでね、まああの、すごく拡散されたりとかしてるっていうのはあるんで、まあ、もっともっとそこをね、えー、ツイッターの中だけ、SNS だけじゃなくて、それがまあネットにも反映されていくっていうね。 考えたらね、いいんじゃないのかなっていうふうに、えー、思いましたけどね。いやでもね、これ、まだね、やっぱ桜を見る会の問題っていうのは来年もね、まだまだ僕は続くと思うんで、まあ、桜を見る会、ね、それから出てきたジャパンライフのね、問題も出てきますから、これ安倍さんはもう解散なんか言ってられないっていうかね、どうやって立て直すかっていう、 とこにやっぱり自民党党公明党の課題はあると思うんで、ね、だから僕はあのー、要できんのちゃうかなと。えー、これ、安倍さんが責任取らなあかん問題ですからね。であと、菅官房長官も、えー、全然ちゃんと説明してないというのも、ですね、まあ、連日マスコミにも厳しい質問されてもですね答えられないというのが続いているわけですから。それが 来年,来年もね、続いていくとなると、ね、かなり、えー、僕は厳しいんじゃないのかなと。そういうのがテレビで映されるわけですからね。うんだらそうなると、やっぱ安倍さんがもう退陣するしかなくなってくるんちゃうかなと。自民党としてもですね、やっぱ新しい顔で、えー、解散総選挙とかね、総選挙戦った方がですね、その議席も増える確率が増えるわけですからね。 まだから野党も早くね、あの、立憲と国民が合流する、まあ社民とも合流するとかですね、まあ大きな塊を作るしかないわけでね、これ1対1でしかないわけですから、小選挙区で勝つって言えばね。うん だからそこがね、やっぱまあ野党も、本当ともっと、えー、頑張ってほしいなと思いますし、まあ今後のね、あの、追求っていうのもですね、えー、もっといろいろやってい,いかな、あの、あがのちゃおうかなと。うん、なん隠し玉っていうかね、えー、まだ、えー、なんかいろいろあるかもしれませんからね、まだジャパンライフルに関しての消費者庁の、えー、内部文書っていうのはまだ、えぇ、ー、大門さんね、共産党の大門さんが まだ出してないような感じがするんでね。うんまあ、それはやっぱり来年の1月の臨時国会でですね、どーんと、まあいろんなものが出てくる可能性が考えられるんじゃないのかなっていうのは思うんでね。うん、まあ本当にもう野党ももっと頑張ら頑張って、政党支持率を上げていくっていうところに意識をね、やっぱ向けてほしいなというのも思いましたね。 チャンネル登録よろしくね。